損害など気にするな。死さえも恐れる必要はない。クロイツ、バカな真似はよせ。この遺跡は危険すぎる。みんなやられちまうぞ。バカな真似、それは貴様たちの方だ。何の策もなくこんなところまで来たのか。なんと愚かな。安易に手に入るものに何の魅力があろうか。全軍突入。ヒルムラ、退くな。立ちふさがる障害は全て排除しよう。
ついにここまで来れた。あと一息だ。あと一息でエボルへ。お前らはそのために何をしたのか分かってるのか。お前ら許さない。スペクト、行け。俺はこのくだらないカスどもを一掃する。エボルからクアンリーを手に入れてこい。ありがとうございます、中佐殿。エヴァン、よくもまあ目障りな行動を繰り返してくれるな。俺の邪魔がそんなに楽しいのか。クロイス、お前自分のやったことが分かってるのか。この惨状を見ろ。くだらんぞエヴァン。それがお前の戦いだというのか。そんなことが関係あるか。これがお前の望むことか、したいことだってのか。俺は高みを目指し続ける英雄なのだ。俺の望みはただ一つ、頂点であること。究極の兵器こそ頂点たる俺にふさわしい。バカな、みんなを悲しませてさらなる混乱を巻き起こそうとすることに何の正義がある。正義だと？お前はくだらぬ男だな。エヴァン、男たるものは高みを目指すべきなのだ。受けた傷や損害をぐちぐち言うのは戦う覚悟がない奴のセリフに過ぎん。男にとって重要なのは折れぬ心。それこそが俺を高みへと導くのだ。ふざけたことを言うな。俺の心など俺が叩き寄ってやる。俺に喧嘩を売ろうってのが間違いだったのか。ここだ、間違いない、クアンリーの生まれる場所だ。エボル、エボルよ、私に究極の真理を与えてくれ。進化の極みがもたらすものを見せてくれ。あなたこそがエボル。クアンリーを育み、その力を進められる御方ですね。しかり、わしこそ進化の管理者にしてこの迷宮を滑る者、エボルである。ついに、ついに巡り会えた。では、クアンリーは？おお、クアンリーのことでここに来たのだな。その通りです。進化が生み出し得る究極の力を持った存在、ぜひにでも確かめたい。その力に触れたいのです。さあ来るがよい。クアンリーの生まれし地はここだ。ここがお前の望んだ終着点。これを目にしてお前は真実にたどり着く。この中にクアンリーが。おお、ついにその姿が私の目に。バカな、そ
んなバカなことが。これは一体、これはどういうことですか。クアンリーの生誕とはこういうことなのだ。ではお前がここにたどり着いた真実を、わしへのメッセージを聞かせてもらおう。ついにその時が来ます。7日の後、世界の目覚め、解放を久しく望まれていた時、クアンリーは人の前に姿を現します。そうか、その時が来たのか。ついに時が来た。我らが役割も全く完全に終わった。めでたい、実にめでたきかな。私は何を言っているのだ。一体何を私は喋ったんだ。勝手に何を言ってるんだ。私は、己は自分の役割を忘れておるのか。そのメッセージを伝えることこそ自らの役割ではないか。何ですって。どういうことです。やれやれ、時とは全てを忘れさせてしまうものか。では思い出させてやろう。お前は勝ったつもりか。だがそれは何を生んだ、何を成し遂げたというのだ。お前の愚かな行いを止めたじゃないか。最終兵器を自分の野望のために手に入れようとしていたくせに。野望だと？望みは高ければ高いほど良い。そこへ向かって踏み出す勇気、走り続ける熱意が望みを、俺の夢を実現させる。最終兵器など俺の夢へのきっかけに過ぎん。前進こそ俺の至上の喜び。それが分からぬからお前は小僧なのだ。オタクばかり抜かすな。クアンリーは誰の手にも渡さない。お前の野望はもうおしまいなんだ。これは敗北ではない。この覚悟がある限り俺の心は折れん。お前に俺が殺せるか。その覚悟もないお前に夢をつかむことなどできるものか。そんなことが夢であるもんか。まずい、スペクトのやつを止めに行かないと。全ては古代からの計画の中に。ああ、
私はただの伝書鳩だったのか。この地へよく来られた。わしはこの迷宮の管理者エボル。お前がエボルだと？そやつはわしの分身、そして運命の時を招くための開幕ベルに過ぎぬ。管理はどうだ？ここに来るがよい。真実をすべて伝えてやろう。この遺跡のすべてはクアンリーを生み出すためにある。すべての力はそのために集められ使われたのだ。なぜクアンリーを生み出そうとする？精霊暴走の理由は何だ？クアンリーの姿を見たときにその答えはわかる。さあ、ここがクアンリー生誕の地だ。何もないじゃないか。つまりクアンリーはすでに産み落とされたのだ。ここはクアンリーの生まれた場所、いわば卵の殻に過ぎぬ。どういうことだ？それじゃこの遺跡も精霊暴走も何の意味があったんだ？全ては使用済みのゴミくず。精霊暴走は使い残ったエネルギーを廃棄しているに過ぎぬ。どういうことなんだ？この事件は一体何なんだ？クアンリーとは一体何者なんだ？クアンリーとは究極の生命にして世界の王である。この世界にある全てはかの者が王として君臨するためのプロセスに過ぎないのだ。そんなバカな話だと認めんぞ。究極の力は俺の手にこそふさわしい。エボル、クアンリーはどこへ行ったのだ？自らの滑る世界を知るためここを飛び立っていった。50年前にな。あの事件こそクアンリーの産声よ。バカな！クアンリーとは貴様がコントロールする兵器だったはずだ。愚かな。わしはただの管理人よ。クアンリーは誰かのものになるのではない。全てがクアンリーのものとなるのだ。究極の生命たるかの者こそこの全世界を滑る存在である。時は来た。クアンリーが降臨し新たなる歴史の扉が開かれるのだ。この愚かなる世界を、この愚かなる生物どもを、我らの生み出したクアンリーが美しく作り変えるのだ。そんなことは認めん。クアンリーが何だろうが俺の手に入らねば意味などない！愚かな、愚かで無意味なことよ。もはやわしを殺したとて何も変えられぬ。間もなく我らの望みは叶う。
ンリーは7日の後に姿を現そうぞ。愚かなる人よ、恐れながらその姿が見えるのを待つがよい。おい、何が始まるんだ。哀れな人の子ら、愚かなる者たちよ、己らが変わる時は間もなくだ。素晴らしき世界が来るのだ。ようやくわしも死ぬことができる。Thank you.